みなさん、藤井葵です。よー、ブラザー、キークナジョーです。よろしくお願いします。お願いします。最近、とあるツイートがバズりました。あ、ツイート、サイゼリアについてのツイートなんだけれども、うん、もうそっからさ、毎日のようにサイゼのツイートがタイムライン流れてくるわけだよ。いや、今すごいよね。裏情報とか、もうこういうのがあるんだよとか、実はこうみたいな。いや、でもこんなに収まらないと思ってなくて。はいはい。毎日ですよね。もうめちゃくちゃ見る。食べたってなっちゃってさ。なるほど。いや、もうこうなったらね、いや待って、企画にしようと。そしたらさ、正々堂々食べられるじゃん。あー、なるほどね。まあ、これまであのスタジオが増えたから、これ突発的な企画も取れるようになったな。なるほど。いや、もう最高ですよ。いや、最高ですね。ということで、はい、負けたら飯抜き、値段でダメー。イエーイ。軽くルール説明をすると、はい、メニューを見ずに、メニューを見ずに、お互いメニューを決めます。メニューを見ずにメニューを決めます。はい。で、目標金額を設定するので、はい、その金額に近い方が勝ちです。なるほど。ウーバーイーツでね、ご飯を頼むんだけど、はい、負けた方は頼めません。なるほど。うわー、いや、今日ね、朝からご飯抜いてきてくださいって言われてるのよ。しかも大好きなサイゼリアだから。多い、目の前でご飯食べてるところを見るってこと。最悪ですね。最悪やな。好きなものばっかりはです。うわ、最悪や。今回の目標金額は3000円です。3000円。メニューを見ずに3000円選ぶってめちゃくちゃ難しいで。で、結構頼めると思うんだよね。うん、かなり。あ、これもヒントになっちゃうか。そんなヒントいりませんよ。わ、マジでこれ本当に絶対に勝ちたいから真剣に考えるよ。サイゼでしょ、めちゃくちゃ言ってるで。さあ、では、はい、メニューを見ずに3000円分のメニューを組んでいきましょうか。よっしゃー、いきます。いきますよ。センキュー。結構真剣に考えたけど、むずない。いや、でも自信あるわ。もう3000円分ものメニューを思い出すのが結構大変やったわ。確かに。だから、ね、いつも頼んでるのばっかりになっちゃった。いや、そう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 、好きなやつばっかり。サイゼリア1円値上がりしたんだよね。なんか、そう、結構話題になって、今までね99円だったのが全部ちょうどになったから。そう、だからそれを加味したんだけど、合ってるかな果たして。結構メニューも入れ替わりました。うわー、やばいかも。じゃあ、それでは葵と菊之丞が選んだメニューはこちらです。ドン、はい、うわー、バラバラ、ほぼ被ってないね。面白い。あのライスとセットドリンクバーは行くよね。いや、やっぱ行くよね、そこは絶対に。これは行くよね。で、しかも予想金額も一緒、200円200円。アウイは3000円で計算した時に3500円になったの。だから500円ぴったり予想のマルゲリータピザを泣く泣くカットした。あー、なるほどね。僕でもそのマルゲリータピザ300円予想してますけど。え、300円？いや、そんなもんでしょう。そんなに安かったっけ。で、僕は上から5個あるやん。これはね、もう絶対頼むセットなのよ。柔らかお鍋のオンサラダ、はい、えー、え、アロスティチーニって何。アロスティチーニはラムの串焼き。あー、ちょっと上苦手なやつだ。で、1回発売されて超人気で、品薄で1回なくなって、で、また復活した商品です。めっちゃ詳しいじゃん。めっちゃ詳しいよ。ラムさんはご縁がなかったわ。いや、めちゃくちゃ美味しいのに。あんまりそわそわしないで。そのラムちゃんは食えんやろ。あの、ちっちゃく書いてあるの何の0円だ。あれは、あれはさ、エクストラバージンオリーブオイルと粉チーズと唐辛子フレークですよ。いや、いいよ書かなくて、今回関係ないでしょ。いやいや、あの、エクストラバージンオリーブオイルを柔らか青豆のオンサラダにかけて食べピピピピ。それでは、はい、一個ずつ見ていきましょうか。わかりました。じゃあ見ていきましょう。頼む頼む。いやー、絶対食べたい。キクノジョーの1品目、柔らか青豆のオンサラダ、予想200円に対して、はい、正解は200円。あー、いい、まあ、いつも食べる、いつも食べる、そう、いつも食べる。さあ、続いて藤青1品目、小エビのカクテルサラダ L500 円の予想に対して正解は500円。あ、いえー、やるな。いや、じゃあさ、青江さん、あの、家族にしか行かないから、うん、L の値段しか知らなかったの。あ、そういうことか。そう、通常が分かんなくて。だからあそこ L 入ってんねや。2、3品目、ライスセットドリンクバー、同じ予想をしているので、これ一気にオープンしましょう。そうか、だから青いもかかってるんだね。そうです。やばいやばい。ライス200円、セットドリンクバー200円の予想に対して正解はライス150円、セットドリンクバー200円。うわー、いや待って、ライスサイズ安すぎ。150円なん。さすがサイズさんだわ。うっそー。菊之丞4品目、野菜ペースト100円の予想に対して正解は100円。あー、いやー、これは大丈夫。これだってトッピングやもん。いやー、
あれだよね、どの子もディアボラ風の可能性を秘められる魔法のペーストだよね。そう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 、はい、でその魔法のペーストをライスにのせるんですよ。うわらー、てかいいよ通知情報。いやいやいや、これが美味しいんやから。いや絶対美味しいやつだそれ。クジラを4品目、コーンクリームスープ、200円の予想に対して正解は150円。あー、おーっと外してきたんじゃない。待って、じゃあこれ合計100円、今合わせて100円減ってる。え、結構低いね100円。続いて菊之丞5品目、アロスティチーニ、400円の予想に対して正解は400円。いや、すごい、よし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 、え、すごいね、ほんとに。よし、ここまでは絶対頼む。はい、次上位5品目、チョリソー、はい、300円の予想に対して正解は400円。あー、やばいね、めちゃくちゃ外してるじゃん。あ、でも違うやん、違うやん、違う違う違う、やばいやばいやばい、合わせて100円減ってたのが多すぎたんだよね。今100円減ったのが100円取り返してるから予想通りや。今やばい、これはやばい。菊之丞6品目、マルゲリータピザ、300円の予想に対して正解は400円。よし、やばい、結構外れてるぞ。藤田王位6品目、はい、辛味チキン、絶対頼まない。300円の予想に対して正解は300円。いやー、もうこれはね、もう外せないでしょ。やばいやん、予想通りやん。菊之丞7品目、たっぷりコーンのピザ、300円の予想に対して正解は400円。やばい、きたー、ずれてきた。ここまでずれるとやばい。いや、これ勝ち確じゃん、もう。よし、やばいやばいやばい、マジでいや、マジでいや、大逆転じゃん。フジラム7品目、ペペロンチーノ、300円の予想に対して正解は、はい、300円。よしよし、ペペロンチーノありがとう、ハグハグハグ。ヒクノジョー8品目、ミラノフードリア、300円の予想に対して正解は300円。うわー、これは外さん、これは外さん。フジラム8品目、はい、タラコソースシシリーフ、はい、400円の予想に対して正解は400円。イエーイ、やばいやばい、めちゃくちゃ合ってる。シシリーフはシチリア風のことを、シシリーフはシチリア。菊之丞9品目、パルマ風スパゲッティ、400円の予想に対して正解は400円。うわー、当ててくるね。いや、パルマ風スパゲッティも外せないでしょ。ちょっと待って、これめちゃくちゃいい勝負になってきてる。ちょっとここまでの数字見てみよう。残り1品ずつ、残り1品ずつで、ブラザーはぴったり。あ、今のところぴったり。そう、じゃあ最後の1品まで当てたら3000ぴったり。やばいじゃん。で、僕は150円オーバーしてます。あ、やばいな、これは。これはわからないぞ。150円でかい、サイズの150はやばいやばい。それでは最後の一品、はい、藤谷葵若鶏のディアボラ風、菊之丞イタリアンハンバーグ、両方とも600円の予想に対して正解は、いや、マジ外れて外れて、マジ外れて、マジ外れて、絶対ぴったりぴったり、マジ外れろ外れろ外れろ、見るで。うわ、せーの、両方とも500円。うわ、よっしゃー、やばい、大逆転。え、ちょっと待って、これアホい。計算して計算して計算してみると、え、ちょっと待って、やだ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 。ブラザーは最後の最後で100円少なかったので、結果2900円。あー、リアボいつも食べてるのに、嘘だー。で、キックの賞は3050円。50円かさ、50円差。めちゃくちゃいい勝負したけど勝ちました。悔しい、50円すごいね。葵がサイズ食べたくて始めた企画なのに食べられないの意味ないじゃん。確かにライスがあってたら菊之丞ぴったり。そうやな、うわ、すごい惜しい、サイズ、惜しい。いや、安いのはありがたいけどすごいね。いやー、さあということで、はい、勝ちました菊之丞は。今からサイゼをウーバーで頼みます。いいな。いや、何にしようかな今日は。いいな。いや、何にしようかな。あーげー、早く早く頼みなよ。来た来た。さあということで、めっちゃいい頼みました。ウーバー用のメニューとグランド用のメニューがちょっと違ったので。あ、そっか、はい、まず柔らか青豆のオンサラダ。あ、そう言ってたやつだ。これはね、正直サイゼの中で一番美味しいです。あ、そうなの。そうです、食べたことないわ。そしてライスですね、とミラノ風ドリア。あー、めっちゃドリアだね。今日はこのミラノ風ドリアチーズのせにしました。わー、余計にやだわ、もうミラノミラノしてる。いいな。ライスにかける野菜ペーストがなかったので、あ、さっきの、はい、ディアボラハンバーグにして、このディアボラをライスに乗せ替えます。いいよ、そんなちっちゃい工夫、美味しそうに食べようとしなくていいよ。いや、それは美味しく食べないと。羨ましい。
バーで頼むとさ、ハンバーグ温玉なんやな。ねえ、思った今。焼きだもんね、いつも。そう。あのこれはこうやって美味しそうだね。うまー。あー、何その心の中から出る響き。うまー。いいなー。こなんイタリアの歌謡曲がかかってる。ブスラヨンゼザゲネラみたいな。ちょっと青いだけじゃん、これ笑ってる。めっちゃ食べてる。リアクションしろよ。いや、ドリアといえばさ、の魔界にも成人式ってあるのよ。あー、そうなんだ。そうそう、魔界成人式、魔界成人式っていうのがあって、で成人式終わった後、うん、ちょうどめちゃくちゃ仲良かった友達、僕入れて3人ぐらい、はいはいはい、でサイゼに行ったのね、うん、成人式の後、そうお昼サイゼに行ったのね。そのうちの一人が、あ、そういえばさ、同窓会がさって言い出して、うん、同窓会、え、ちょっと待って、何聞いてないけどみたいな。え、ちょっと待って、思ったのと違うぞこれ。何何、超大人数でホテルの宴会場みたいなの借り切って同窓会やってたらしくて、はあ、連絡来てなかったのよ。で、まあ、それを知った時に食べてたのがこのミラノ風ドリアです。大丈夫？ちょっといつもよりしょっぱくない？まあね、いつまでも変わらぬ美味しさですよ。あ、でもね、まあ、その味を今は違う風に感じてるっていうのがまた感慨深いね。あの時の方がしょっぱかったかもね。ということで、はい、今日は値段当てダービーサイゼリアで挑戦しました。いや、いい勝負でした。いや、もう大好きな、大好きなサイゼリアを外してしまったこと、ものすごくショックです。ちょっとね、これね、またやってみたいね。いや、またやりたいね。めっちゃ盛り上がったということで、今日も動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。せーの、バイバーイ。あ、青いデザート頼むのすると、あ、ほんまや。うわー、メニューに入れ込みたかったな。うわー、やっちまった。いつも頼む、あのシナモンフォカッチャにさ、ミルクジェラートのせ、めっちゃ美味しいんだよ。いいな、あのミルクジェラート美味しいやん。めっちゃ美味しい。あのコーヒーゼリーも、あ、なんでも、そう、僕があのコーヒーゼリーのミルクジェラート頼むもん。いや、別に頼んでも食べれるわけじゃないんだけどね。